い、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？ジャギーン。お昼のライブで紹介しました限定5セットローリングスオリジナルマレットセットてんこ盛りっていう、この運用方法について説明いたします。特にマレットの使い方でございます。それではどうぞ。はい、じゃあ始めていきます。当店の場合はブレクイナーグラブ、グラブの片付けでございますが、揉む、ニール、叩く、ウェイル、取る、プレイ、キャッチで進めるわけですが、それのための道具ということで、このセットを作ってみたわけですけども、まずは、マレットでございます。ちょうど、重さも350、60と使いやすい、サイズもね、使いやすい長さ、取り増ししやすい長さで、なおかつある程度ね、威力もあるということです。このマレットのヘッドがちょうどね、ボールのサイズぐらいになってまして、ボールを掴むように片付けできるという便利なローリングスさんのマレットでございます。言っていただきましたらオプションで、グリップテープ、それからストラップですね。こちらも付けます。じゃあやっていきましょうか。まず、叩くの方先行きますか。マレット出しましたからね。普通に叩く。まあ、これ叩くですけども、この形状がちょうどですね、ポケットの形状に沿うように、キュッとね、沿うようになってます。ですので、ちょうどですね、ポケットが崩れないでなおかつ叩けるというふうな格好でございます。で、こうパチッと入れた状態でギュッとやって揉むっていう作業がねできるわけですね。これ何にもなしで揉むとくしゃっとシワが入ったりする。慣れないとね、慣れるといいんですけど、慣れないとシワが入ったりしますが、これ入ってればシワも入りません。じゃあ次行きましょうか。叩き方、今こう普通に叩くやりましたけど、今度はこの丸いヘッド形状、このボールの頭の形状を生かした叩き方。今こうね、ポケットの面と平行にやりましたけど、今度はちょっと立てる。鋭角に入れる。そうすると、この、ちょうどこのエッジ部分で叩くことになりますので、狭い、ポケットセンターなんか作るときに、狭い範囲に打撃を与えることが可能になります。それからもう一つ。叩くの他に、今、叩くやりましたけど、突くっていう形も取れます。このグリップのところを持ちまして、下はね、やっぱ考えないとダメですよ。ちょっと柔らかくないとダメですけど、ポイントとなるところをこのボールで、ついていきます。この方がピンポイントに力が入るわけですね。はい。じゃあ次行きましょう。このセットに入ってるボールです。まあ、公式球ですけど、軟式のグラブの場合も、ゴムだとね、威力がないので、この公式球のがいいですから、これセットに入ってますけど、取るっていうとこですね。取る。普通です。あとは、このボールを使って、こういうふうに持って、こういうふうに持つと力入らないから、こういうふうに持って、で、ここで、叩く。まあ、さっきの、マレットを使った方が、威力はありますけれども、まあ、最終的に微調整はこういうね、ボールを使ってするというのも、一つの方法かと思います。また取り直して、こう。あとはさっき言ったみたいに、ここにボールを挟んでおいて、揉む。ね。そうするとポケットが潰れないで、曲げたいところが曲げられるということでございます。ボールの活用方法ですね。それから最後に、こちら、セットに入っております。グラブバター。グラブバター。ね。新しいグラブの革に
栄養を与えます。で、柔らかくする際にもご使用くださいということですね。これをどこに使うかって、もちろんこのボールを取るところ、ポケットのところ、しっかりボールをつかむしなやかさを与えるためにこれを使ってください。付属のスポンジで、付属っていうのはこのセットの付属ね、ちょ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 と、でこれはしっかり伸ばして、しっかり伸ばしてね、しっかり伸ばしてクリーム状にします。クリーム状になったら、自分が作りたいポケットセンターを中心に円を描くようにくりくり、薄い濃度でしっかりこすり込んであげれば無駄なく有効に皮に栄養を与えることができます。で、しっかりすり込んだら拭き取りも忘れないでくださいね。余分に油が残ってるとボールにくっついちゃったり、ネタネタ泥がついたり汚れがついたりしますんでね。で、そうした上で今度はもう一度柔らかくしたいところを中心にこのヘッドで叩いていく。こう使う時もあります。いいでしょう。はい、ということでございまして、大体そんな感じでございますけれども、こちらローリングスのグラブマレット上代税抜き2000円、それからこちらローリングスのグラブバターですね、上代税抜き1600円、そうだな、違う、1400円、あ、計算間違えてるぞ、間違えました。2000円と1400円だから、これ3400円だ。お昼の放送間違えてました。税抜き3400円でスポンジとかもろもろですね、あの付属品がついて、ボールとか付属品がついて3400円ということでございますね。はい、あ、そうそう、でボールはこれは500円か、これが1600円で、これが2000円で、でスポンジもついてカードもついてね、よいしょ、だけど価格はマレットとオイルの、オイルバターの分だけ3400円でございます。まあ、簡単ではありますが、今日も時間がありませんのでここまでにします。はい、どうでしたか。すいません、お昼のライブ見られた方、上代設定間違えておりました。2000円、1400円、3400円税抜きでございますので、税込みですと3740円でございます。税込み3740円。それでマレットグラブバターボールスポンジとトップスカード、こちらのセットとなっております。限定5セットですね。ご入用の方、早めにご来店ください。通販は決してやっておりません、できません。それでは皆さん、さようなら。